これからご飯を買って海に行きます。ランチランチ、海です。海に行きましょう。今日は眩しいくらいに晴れております。爽やかな朝、朝ではない、お昼だ。食べます。ビーチに到着しました。これからご飯を食べてランチです。ランチ、パパイヤサラダです。おいしい。こちらのソウルフード、パパイヤサラダとチキンとご飯です。これピクニック、おいしい。これ空心菜です。これは空心菜とキャベツも混ぜて食べます。おいしいです。みなこさんはちょっとご飯に集中します。いなこシークレット、どうでしょうか。ここはロングビーチなの。綺麗でしょ。ビーチ気持ちいい。ザバザバ最高です。人も多くないので、はい、すごい綺麗。稲穂は水没してまいります。行ってきます。でもちょっと向こう行くと水温下がる。気持ちいいよ。お風呂に入ってるみたいだよ。なかなかよろしいです。これでも人少ないよね。穴場だね、穴場。位置は皆のものだから。端から端まで、これは歩けるんじゃないですか。ここは朝も昼も夜もおすすめです。どれも大丈夫。ロングビーチだから。どこまででも歩けるやつじゃない。あっちの先端からここの先端まで来てる。歩ける、ロングビーチです。これサンゴ、サンゴがいっぱい。サンゴ礁。これで風鈴作ってたよね。
でしょうか。ビーチビーチ。カホラック最高です。カホラック最高。今日は晴れてるから晴天なので気持ちいいです。楽しいです。お天気がであればちょっとカホラックってやっとビーチに入れました。これは毎朝ビーチに行くしかない水没です。これは石？これは流木でしょうか。ベンチでしょうか。ビーチ？これはここは日陰で気持ちよさげ。ここも植物があります。ここの石の上はぜひ座るのにベストポジション。あー、この木のベンチは最高ですね。この木のベンチ。稲穂は優雅に。ベンチに座る。ここは穴場ビーチです。カホラックの。バンビビーチ。バンビレストランがある横の通りから入ってきました。わー、これはやばいやだよ。青い海。青い空。そして、ヤシの木ビーチです。気持ちが良いです。カホラック来てよかった。稲穂はちょっと休憩中です。気持ち良いです。白いの砂が。カホラック。落書きです。私ももうちょっと水没したいと思います。カホラックのビーチ最高です。水温は暖かいです。温泉のようです。見えるのは水平線だけです。稲穂は水没中。カホラック海日和。サンライズサンセット満喫できます。もっと痛い。それではミュージックスタート。稲穂